今月の広報松坂、見どころをチェック。皆さんこんにちは、広報校長課の川口です。広報松坂10月号が発行されました。今回はこちらの表紙が目印です。今月の特集は豪商の町松坂キャンペーンについてです。詳細は後ほど紹介しますのでお楽しみに。それでは内容を見ていきましょう。まずは目次横、第61回宇治里祭りです。今月は第61回宇治里祭り開催についての案内を掲載しています。3年ぶりとなる宇治里祭りは11月3日木曜日、文化の日に開催です。内容については2ページをご覧ください。また松坂生涯音頭と踊り、松坂生涯ソーラン参加募集の案内を掲載しています。興味のある方は練習日と練習場所をご確認いただき、ぜひ参加してくださいね。次に新型コロナワクチン接種についてのお知らせです。まず4ページではオミクロン株対応ワクチンの追加接種について掲載しています。対象者は2回目、3回目、または4回目の接種がお済みで、前回の接種から5ヶ月以上経過した12歳以上の方です。対象や接種券についての詳細は表をご覧ください。また集団、巡回、個別接種の予約受付開始日や接種開始日についても表にまとめて掲載していますので、接種をご検討されている方はぜひ参考にしてくださいね。続いては特集の紹介です。今月の特集は豪商の町松坂キャンペーンです。10月1日土曜日から12月4日日曜日まで、秋の観光企画豪商の町松坂キャンペーンを開催します。贅沢なおもてなし、くつろぎのひととき、良質な松坂を味わうをテーマに、感染症対策をした上でウィズコロナに合ったキャンペーンを開催します。9ページでは開催期間中に行われるイベント、豪商の町松坂デジタルスタンプラリースペシャル、王将閣デジタルライトアップ、豪商小判でフォトキャンペーンを紹介しています。詳細については記載の QR コードまたは松坂市観光インフォメーションサイト、ワクワク松坂をチェックしてください。そして10ページ11ページでは豪商小判でフォトキャンペーンの豪商小判配布場所でもある観光おすすめスポットを紹介しています。同心町と呼ばれた地区にある明治大正期の特殊家原田次郎旧宅、本物の小判やレプリカが見られる旧長谷川次郎米家、お茶の無料サービス、街中案内、観光で疲れた時などの休憩所、おもてなし処、無休庵など7カ所です。ぜひチェックしてくださいね。豪商小判を集めて応募し、豪華商品をゲットしましょう。皆さんの参加お待ちしています。今月のピックアップ、ここからは今月のピックアップ記事です。今回は3ページのこちら、エーナー松坂 PR 大使が松坂の魅力を発信です。8月1日から26日の夏休み期間中に、松坂市公式インスタグラム企画、高校生がインスタを乗っ取るを開催し、エーナー松坂 PR 大使として市内の高校生に松坂市の魅力を発信していただきました。3ページでは PR 大使が選んだベスト写真の紹介や、各高校のエーナー松坂 PR 大使のインタビューを掲載しています。松坂市公式インスタグラムは今後も松坂市の魅力や情報を発信していますので、この機会にぜひフォローしてくださいね。今回の放送では紹介しきれなかった記事がまだまだいっぱいあります。皆さんぜひ広報松坂10月号をチェックしてくださいね。それではさようなら。